キャストみんな。作る。肉団子。柔らかいクラスと豚肉のフィリング、うずらの卵を使った肉まんの作り方はすでに知っています。一口目から魅力的な味わい。あなたのキッチンでこの美味しくて栄養価の高い餃子を征服したい場合は、以下の指示を無視しないでください。肉まんは誰にとっても、特に空腹時にぴったりのおやつです。 赤身の肉、うずらの卵、猫のキノコが混ざり合った白い皮は内部の風味が豊かで餃子は多くの人々のお気に入りの料理になっています。このケーキを自宅で作りたい場合はキッチンに行ってすぐにアジアとヨーロッパのケーキを作りましょう。目次1、材料を準備します2、家庭でできる簡単豚まんの作り方 A. ケーキ整地を準備します。B. 肉詰め物を作る。C. ケーキに。D. 蒸しパン。3. 完成品の要件。4. いくつかの重要な注意事項。1. 材料を準備します。パイカワ。小麦粉 300g。砂糖、塩 30g。イースト 10g。 150ml のろ過水。ケーキの詰め物。赤身 250g。うずらの卵10個。きのこ、ネギ。に家庭で簡単にできる肉団子の作り方。A、ベーキングパウダーを用意する。100ml のぬるま湯に砂糖を混ぜたイーストを入れ、よくかき混ぜます。水溶性成分を配合。 準備した薄力粉を大きなボウルに入れ、砂糖と塩を混ぜます。材料を均等に広げます。小麦粉にイーストをゆっくりと加え、少量の水を加え、滑らかな聖地になるまで手で数回こねます。聖地が手にくっつく場合は、小麦粉を少し足してください。混合後、湿らせた布を使用して聖地のボールを覆い、 生地が再び膨らむまで約1時間餃子の生地をインキュベートします。B、肉作り。赤身の豚肉を購入し、洗ってミンチにし、キノコ、ネギをボウルに入れ、よく混ぜます。次に、風味のために、もう少し調味料をマリネします。うずらの卵は、鍋で茹でてから殻を剥き、そのままでも、半分に切っても良い。次に、 ケーキミックスを用意して、うずらの卵を包む準備をします。次に、一口サイズのボールに丸めます。C ケーキの中へ。団子の聖地を取り出します。その後、数回こねて聖地に弾力を持たせます。聖地を小さく均等に分けます。綿棒を使って、具材を真ん中に置きます。次に、 生地の端をつまんで波形にします。D 蒸しケーキ。成形後20分ほど放置し休ませる。次にケーキを蒸し器に入れます。秘訣は皮が綺麗な白い色になるように湯気の下に酢を追加することです。焼き上がるまで蒸してから取り出しお皿に盛り付けてすぐにお召し上がりください。3、必要な完成品。 この春雨入り餃子のレシピを使えば飽きることなくいつでも食べられる美味しい濃厚なケーキがたくさん出来上がります。近くは黄色ではなく柔らかくスポンジ状で肉は魅力的で厚く食べた人は永遠に忘れられない。4いくつかの重要な注意事項餃子の聖地をこねるときの注意点は聖地がもちもちしている場合は水を入れすぎているので 生地がべちゃべちゃにならないように、水を少しずつ加えながら、好みの生地になるまでこねてください。ケーキ生地に酸っぱい匂いがするため、ケーキを長時間インキュベートしたり、混合プロセス中に大量のベーキングパウダーを使用したりしないでください。餃子を作るのに小麦粉を使うべきですか生地の主な用途は、生地をより早く、より均一に発酵させることです。 肉団子を作るときにこの小麦粉を使用できます。ただし、小麦粉の量に応じて、小麦粉の量は慎重に調整する必要があり、入れすぎると精緻が酸っぱくなります。餃子はいつ食べる何と一緒に食べると良いですか餃子は、キッチンから取り出したばかりの時が一番美味しいです。このとき、近くは非常に柔らかく、中身は厚く。 非常に魅力的です。外に長時間放置すると、聖地が濡れて平らになり、ケーキの味が美味しくなくなります。ベトナム人は、朝ごはんやおやつ、お腹が空いた時など好きな時に餃子を食べる習慣が多いです。通常、ケーキは他の材料を添える必要はありませんが、辛い食べ物が好きな場合は、風味を増すためにチリソースを使用できます。 餃子の保存方法。食べきれない場合は、ケーキを冷蔵庫に入れてください。この方法で、ケーキを焼く1週間保存できます。食べるときは、ケーキを蒸すだけです。ケーキを冷凍庫に入れれば、2週間保存できます。手間がかからず、手間がかからない肉団子の作り方ですぐに家族へご褒美に熱々の肉まんが出来上がります。 時間があれば、餃子の作り方をもっと学ぶことができます。レシピも素早く簡単です。この美味しいケーキを自宅で作るときの成功を祈っています。ベルイーネ、シェア、購読。サポートチャンネル、アットマークスーニールドットポッドキャストみんな。挨拶。マクドナルド。